こんにちは、スクです。続きやっていきます。第6話、試練のファンファーレ。なんだかんだでトレーニングに付き合ううちに、競走馬としてレース出場をするまで見届けようと私は決意するようになった。その時ふと一つの疑問が湧いた。一度もレースで走っているところを見たことがないのだけれど、本当に競走馬なの？レースのためとも思えないトレーニングを見させられ続け、挙句バイトまでしてる。もしかしてただのイケメンは？いや、結局イケメンじゃん。不安を抱きつつも私の足は牧場へと向かっていた。おはようございます。ピリ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 、なんですか？皆さん口でピリピリって言ってますけど言ってんのかい。今日はレースだべ。え？今日は初出場の日だべ。あ、そうなんだ。え、レースに出るの？やっと来た。今までのトレーニングの成果を見せるときさ。へえ、今までのがトレーニングだとは思えないけど。いや、でも馬がさ、サーフィンとかすごいじゃん。で、これからレース場に向かうんですか？そうだべ。そろそろ出発しないと乗り遅れちまうべ。乗り遅れる？移動の時って専用トラックとかあるんですよね？そんなの呼んでねえで。電車で行くべ。電車に乗れんのかよ公共交通機関使うのかよそうだべ。万が一遅れても遅延証明書が出るから安心だべ。学校か、お前。って馬が乗れるわけないでしょ。ごちゃごちゃ言っとると遅れるべ。スクコ、遅れるなよ。着いた。え、ここが？全然わかんなかった。電車のシーンあったのか。釣り革は器用に掴んでたわね。慣れたらどうってことないさ。バイト先も電車だったからね。電車かい。周りの目線は一切慣れてなかったけどね。おわっと、ジョッキーの格好してますよ。やっぱりお前が騎手なのか。おじさん、何その格好。失敬ですね。初対面の紳士に向かってその態度は改めていただきたい。え？そっくりさんか。だから最近の若者と来たらぶつくさぶつくさ。どうしちゃったのよ、おじさん。何してるだべ。え？ギャー、おじさんが二人。ああ、弟のジョッキーだべ。ユーマの騎士をお願いしてるだべ。え？というか似すぎでしょ。ここの兄弟は多分クローンなのね。またも失敬な。英国紳士の私とこんな田舎者を一緒にしないでほしいですね。ヒゲが濃い方がジョッキーだね。わかるかい。以後気をつけるようにまどもわせる。はあ、思いっきりそれフランス語なんですがイギリス言うといて。ごちゃごちゃ言ってねえで準備するべ。今日の最終レースに出走だべ。初レースってさ、どれぐらいの規模のレースなんだろう。まあ、G1 じゃないよね。 G2G3 そのもっと下か、なんかそういうレースじゃなかったっけ。なんだかんだで私も緊張してきたわ。スクコ、はい。このレースで勝ったら大事な話があるんだ。何そのフラグ。負けるの？いや、死ぬの？だから最後まで俺の走りを見守ってくれよ。わかったわ。初の晴れ舞台頑張ってね。さあ、レース向かうべ。おお、もう走ってるぞ。え、ここでミッションなの？何すんの？やる気が 30% しかないんすけど。なんでだよ。これ？はっはっは？今明らかに蹴ったよ蹴ったね。また蹴ったね。ちょっとじゃあやる気回復させるか。走っている俺の姿、どう思う？そうだな、蹴りが甘いわね。かっこいいよ。え、あれで走ってるの？かっこいいよでいいでしょ。おだてましょう。言わせちゃった感じするけど、素直に嬉しいわ。おう。これやる気をマックスまで上げて、マックスまで上げるとアクションがもっと派手になるからね。競馬場デートはありだと思うか？そうだな、ありでいいんじゃない？清潔感もあって、フードも充実してるし、大変おすすめです。なんで急に営業トーク？ 88%。よし、ちょっと首ブンブン振ってますけど。ちょ、これバシッと。おー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 、飛んだ飛び越えた、今見た。もう一回やってみよう。おおもう一回もう一回これ普通は？普通は？僕多分普通。あ、抜きつ抜かれつで蹴るの。よし、じゃあもうあとは蹴りまくるか。よし、蹴りまくれ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 。よし、じゃあもうとっととクリアしちゃおう。おら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 蹴りすぎイエーイ、ゴール。馬との絆が深まった。
行け、させ。知ってんじゃん、させとか。競馬好きだな、さては。さあ、最終コーナーを回って直線だ。各馬一斉に鞭が入る。おっと、先頭集団から抜けたのはプリンス・オブ・ラブだ。これは、うちの馬だね。進路妨害も何のその、進路妨害って反則だけどね。強烈な後ろ足で後続馬を蹴散らしていく。その差2馬身から3馬身。2位以下を大きく引き離して今ゴールイン。やったー、やったぜ。おお、かっこいい。顔がでかいな。勝ったー。あ、でもなんかたくましいね、馬の部分は。しかし、だいぶ大穴だったよね。会場から怒号と悲鳴が聞こえるわ。みんなかけてねえのかよ。駆け上がれ。でもいいじゃん。万馬券だったってことは、これスクコかけてたんじゃないの？また大儲けだな。でも走ってるユーマは素直にかっこよかったな。やっぱり紛れもない競走馬だったのね。あ、ユーマが大事な話があるって言ってたけど、そんなこと言ってたんだ。何かな？今日は忙しそうだから、今度聞いてみようっと。大事な話っつってんだからすぐ聞けよ。なんで取っとくの？おっと、次回予告。はい。ライブ会場へ小走りで急いで向かうスクコ。おう、これは馬キューってなってる。馬黒。すげえ。え、馬活始めましたみたいな。全部馬尽くしだ。面白い。これ渋谷かな。その表情はどこか険しい。たどり着いたライブ会場はすでに超満員のお客で埋め尽くされている。どう見ても馬のユーマがいますね。スクコが見つめた歓声に包まれたステージの上には熱唱するユーマの姿があった。次回、歓喜のウィニー。乙女が恋に落ちたヒューマンフェイスのお馬様。続く。